清水文香はどうなるんですか。清水文香も実は清水文香も今粛清されたんですよね。え？あの芸能部門のリーダーみたいな感じになってたんですけど。え、マジで？最近粛清されてなんか干されてるみたいなんですよね。なんで粛清されたの？まあ元々そもそも僕と結婚させるために連れてきたみたいなところがあったんで、まあ、確かにもうまあ僕がもう教団の外に出ちゃったり あんまり使い道がないんですよね正直。ああ、なるほど。で、まあ、あとテレビ壊しちゃったりとかするんでちょっとやっぱそもそも扱いづらいんでさっきテレビ壊したそうテレビ壊しちゃうからだからちょっともう抱えきれなくなっちゃったのかなっていう。ああ、なるほどね。